みなさん、こんにちは。1分レッスンにようこそ、バネーサです。今日は、avoir un petit creux という表現を紹介します。avoir un petit creux。直訳すると、小さいくぼみがある。え？なんだかちょっとおかしいですよね？意味はわかりますか？実は、ちょっとお腹すいたという意味です。プチは小さい。アンクルはくぼみ。空洞という意味で、お腹の中に小さいくぼみがある。つまり、お腹がすいてるという意味です。J'ai un petit creux. J'ai un petit creux.J'ai un petit creux. ちょっとお腹すいちゃった。J'ai un petit creux. Tu as un petit creux?わかりましたか？ Et vous? Vous avez un petit creux? 皆さんはお腹空いていますか？それでは、à bientôt! Au revoir! Bon appétit!